んじゃらりくらです。今回はですね、ということで季節のもの作っていこうと思います。さあ、紹介していきます。後ろです。まあ、まず、スイカ。ちょっとね、これ模様頑張りました。丸の形もちょっと難かったから、ちょっとおかしい。横大きくなってるかなと思います。桃。桃立体感ないですけれど、ちょっとね、何？テラコッタ。で、ちょっと作ってみました。模様とかもね、ちょっとだけ赤とピンクで模様を作ってみました。ということで、次、メロンですね。メロンは竹ブロック。これ竹ブロックがメロンブロックだわ。本当に。竹ブロックの表面ってこれなんですよ。で、裏がこれなんですよ。ガチメロンじゃない？これメロンだったから、本当にこれ使ってやってみました。メロンブロックって呼んでいい存在ブロックですね。これは失敗したやつです。さあさあさあ、夏といえば絶対これプールです。プールはね、まあ、ちっちゃめの、温水プールじゃなくて、まあ、外に公園とかにありそうな、まあ、古いプールって感じのやつ作ってみました。で、これはちっちゃいプールなんですけど、ちっちゃいプールで、柵も作ってみました。学校のプールって感じだね。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。1月、2月、12月とか頑張ってきました。ということで、次の月も頑張りましょう。ということで、チャンネル登録してね。バイバーイ。7月と8月は一緒にやってまーす。